師最初のお仕事国嫁と一宮南吉将校、また渋いため時ですが、はい、越前の神となったため時がどのように任国で活躍するかは、まあ今もだいぶこれがアップされる頃には進んでるのかもしれませんが楽しみですけれども、はい、一般的に国司が赴任して最初にすることはその地域を尊重することだったんですよ。当たり前ですよね、よそ者なんですから、まあそうですね、中央から差し向けられて数年でいなくなるわけですから、ですからそういうようなことをする必要があったわけですけれども、では何をどうしたんでしょうか。今回はそこを見ていきたいと思います。すごいですね、これもなんかお二人とも目が倍ぐらいになってますけれども国司の最初のお仕事は何ってことなんですが、これちょっと明確に文書でルール化はされてないんですが、一国を任された国司の長である神が赴任して最初にやることは国見と言われています。ね、で国見とはその地域が広く見渡せる高台に立ち、国の情勢や人々の生活状態を見ること。これもたまたま最初にこうお二人が取材に訪れた時に、出た写真、要するにマスコミにオープンされた写真なんですけれども、はい、これも多分越前市の高台に立って見渡せるところでちょっと写真を撮らせてくださいって話になったんだと思うんですよね。でもこれがある意味偶然にも国見と同じ状態なわけです、はい、で結局はその国司だけではなくて大君と呼ばれる時代から行われていた支配への象徴行為と考えられています、でさらに元を遡れば族長、つまり地域の豪族がですね、その地域で春の初めに高所に登って国を望んで、国玉と呼ばれるその土地の神様、地域の神様に予祝をして豊かさを願うと同時に、さまざまな遊興をそこで行ってお祝いしたと、いうのが大元だと言われています。予祝っていうのはなんか阪神の矢野監督が最初にもう優勝ですってシーズン始まる前に予祝しましたとか、はいはい、そんなのばっか言われましたが、予祝っていうのはあらかじめ祝うですから、秋の収穫に対しても春のうちからお祝いしちゃうんですね、と神様もしょうがないなーっていうことになって、その収穫がいいみたいな、そういうシステムなんですが、ここでのポイントは要するに土地に魂があってそれが神様なんだっていう体なんで、そういうことをしているわけですよね、だから地元の人でさえそういう地域のそういうものを尊重してて、我々でも宇治神様とか聞いたことありません？あります、あります。産砂神様とか、はい、そういうのも地域の神様っていうのは土地を守っておられて、っていうのは大昔から誰がって以前に日本人が思ってたことなんですよね。ですからそれを高台に行ってお祝いしたり、今度はそれを偉い人がその人々はどうなのかなみたいにしてやるっていうような流れで国見をやるわけですから、ポイントになるのはその際にその国を褒めることなんですよね、予祝だって褒められも せずに予祝になります、ならないですね。神様褒めろよとかみたいになるので、ですからよそ者である国司が最初に行って国見をするんであれば、その国を褒めることがポイントになります。地域尊重ですよね、はい、だからいでたちて我が国見ればとか、上りたち国見をすれば等の定型の始まりの和歌を読んでるっていう形が多かったんです、で雲だとか煙、水鳥、影よ、花とか、なんかこう上昇していくイメージの、その縁起のいいものを盛り込むものが定石と、その国見で国褒めするときはされました、ね、ですからまあお二人もそれに近い感じで最初にやっぱ高いところからよろしくお願いしますって言ったんだと思います、ね、なんで現代の我々でも自分の地元や訪問地をもっと褒めるべきであろうと、特に地元は氏神様や産砂神様が鎮座すると太古から日本では考えられており、その地の神様を尊重することが重要と考えられています、ね、ですから、いませんが東京来たら東京来たで、はい、例えば
南紀師匠が友達とかと東京の学校とか東京で仕事で移ってきたら、もう東京はゴミゴミしちゃってとかいう人いません？いますいます。今度は地元に帰ったら何にもないんですよとか言っちゃう人いません？はいはい、そういうのは謙遜かもしれないんだけど、太古から日本ではちょっとなしなんですよ、うん、その地形もいろいろあったり地域によって特色があるようなのが結構日本は地理上もそういう面があることから、その地域地域を褒めるんです、はいはい、なんでそこそこに神様がいて自然というものが豊かにあったり地形が複雑にあったりいろいろな事情が変わるってことは、多分昔の人はそこそこ神様が地域によって違うと思ってたわけですよね、うん、ですから別のところから来たらそれを褒めてよろしくお願いしますなんて言った方が後々いいよねっていう概念があったわけですから、はい、だから今なんか神道がそうだからとかなんとかだからっていうより昔の人も理由があってやってるわけですから、うん、我々も今いろんな地域や地元をもっと褒めた方がいいんです。あんだよ錆びれちゃってとかそういうんじゃないんですよ、うん、ね、錆びれるなんて元復活するかもしれない、わかんないですよ。だからそんなことじゃなくて地域を褒めることが大事だということがお分かりいただけると思います。じゃあなんで最初に国見をして国褒めするんですかっていうと、国司の長として派遣された人間がまずは地元の神様への最初のご挨拶を褒めるところから始めていったってことは地域への尊重ですよね、うん、何よりも先にそういうことをしたってことです。おい俺がお前今度の越前の神だとかそういう感じじゃないってことですよね、はい、よろしくお願いしますと、いや素晴らしい国ですね、私も頑張りたいと思うんですよねとか、そういう体で地域を尊重するということは周りも見てますよという意味でもあるんですよ、うん、今度のやつはみたいな、そういう値踏みされないためにも重要だったはずなんですね、はい、で次は記録にちゃんと残っているもので考えると、1116年成立の長野群衆には国司が任国でなすべき諸行事異性の心得というものが42箇条にわたり記載されています、うん、そこには心配の後吉日時を選び、行政ね祭りごとを初めて行うことってことですよね、うんぬんとあるんですよ。つまり何ですかっていうと、まず拝みに行ってからその吉日時をやって仕事をしなさいってことは、その前に拝みに行けってことですよね、うん、で国司が赴任したら国内の主要神社に参拝し兵を奉ることが最初のお仕事だったことが分かるわけです。で現代において各国で格式が一番高い神社を一宮って言いません？言います、言います。ねえ、何々県とかそういう昔の何々の国の一宮っていうとここですよっていう格式の高い神社が各地にあるんですが、一宮っていう書室は12世紀前半、つまり1100年代なんで光る君への時代は後なんですよ。ですからなぜそのように呼ばれるようになったのかっていうのは起源は現在も諸説あります。しかしながらその国司がこの赴任直後に最初に参拝するから一宮、はい、次に参拝する論理だから二宮じゃないかっていう説もあるんですね。ですから為時が赴任した越前の国の場合は現在の敦賀市に鎮座する慶喜神宮、写真のお宮ですね、はい、慶喜神宮が一宮とされています。為時の記録はありませんが982年に越前国司が赴任時に慶喜神宮を参拝したという記録が残っています。ちなみに二宮は剣神社というんですが、はい、ここは織田信長の大元の実家です。はい、織田家のね、まあですからそういう地域地域で有名なお宮がいくつかありますと、はい、じゃあ1番目はこちらに2番目はこちらにっていう格や、まあ、回り方とかもあったでしょうね。ポツポツだったら回りにくいじゃないですか、うん、ぐるっと回りたいじゃないですか。そうですね、そういうような感じで一宮二宮と人々が読むようになっていったんじゃないかっていうような説が結構言われています。しかしながらはっきりしませんよってなんで言うんですかっていうと、もう平安期から人によっては国司が容認してたんですね、うん、容認っていうのは何ですかっていうのはご指名されたんだけど赴任しないで代理を立てることなんです。舐めてますよね、はい、で結局いろんな事情もあったりもするんですが実は行かない人バンバンいます。例えば鎌倉殿の13人でも伊豆の国で木大のとか言ってましたよね、はい、
ね、なんで木代がいるんですかって言ったら、その伊豆の神に指名された人の家人部下でその代理になった人だから木代なんですね、うんうん、で義経が伊予の神になって、伊予まで行くんですか、いや行かなくていいらしいぞとかいうのがあったんですが、はい、あれも容認ですよね、うん、だ愛媛県行けよってことですけど、義経は愛媛県なんか行かないわけです。でも伊予の神なわけです、うん、そういうのがあって、だん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 江戸時代ぐらいになると適当になんとかの神とかみんなが言うようになっちゃったんですよ。だから容認しやすいんですよ、都でやんない仕事だから、はいはいはい、だからそういうようなこともあって、その一宮二宮っていうのも本当にそのことかなとか、いろいろ詳細が不明になっていったとも言われています、うん、まあ、しかしながら最初の国褒め、次は一宮と呼ばれるような格式の高い神社に、そのまずは参拝してからお仕事を最初に始めましょうと、うん、いうことはその地域を尊重してやっていることっていうのは当然ですから、はい、もうそういう地域への尊重を重々やった上で、いや立場は上だよって言ってくんないと地方の人も立つ瀬がないですよね、うん、ということが透けて見えることが重要なんではないかと感じています。他方を地域尊重の形骸化の波もありました、うん、まあ、申し上げた通り国司が赴任して最初の業務を始める前に行うことで主要の神社に参拝しろよとかなんとかとか言うんですけれども、省略する動きがあって、平安期からは国府国衙の近隣に総社総社と呼ばれるその主要神社を全部合祀した神社を置いとくんですよ。うん、ただいつでも行けません。確かに、いや仕事の前に最初に行けよって言ってどっか回んないで、ちゃっちゃっちゃとそちらだけお参りして、でよろしくお願いしますだけ言っといて軽いトーンで、うん、で兵でも立てまつってよろしくお願いしますって言っとけば、そっちの神社にもお邪魔した体になるわけだから、うん、別に悪いことはしてないしね、そのなめたことだとは言えないんですけど、地域の尊重って意味ではちょっと軽いですよね、はい、だからそういう動きも制度化されていきました。で越前の国でも越前市内に総社大神宮と呼ばれる神社が現存してますので、越前の国にも総社があったってことですね、うん、だから総社市っていうその町もありますし、岡山にね、うん、だからそういう総社が各地に置かれていたんです。そういうことがよくわかるわけですね。で何が一番言いたいかというと、まとめますと国司の美学と地域の現実ということですね。で太古の昔から国褒めだとか主要神社の参拝等ですね、要するに地域を治めたものだったり地方から来て赴任された国司だったりっていうのが、地域や地域の神様を尊重して地域の人々との調和を図るっていう美学は確かに存在したんですよ。うん、地方を尊重した、その地域を尊重してお仕事をさせていただいてたという空気は確かにあったんですが、しかし中央から来て搾取をする受領やね、容認して代理だけを送り込む国司が増えていき、それを地方側から見れば地方軽視に移ったことだろう、うん、ね、そしてそれが武士を中心とした地域の実力者の不満による台頭につながったことは言うまでもない。でそれがなんか騎士と呼ばれる源氏みたいなね、頼朝みたいな人が伊豆に流れてくりゃちょっとこいつ立ててうまいことやっちゃわねえかっつって関東だけは独自にやろうぜみたいな話になったのが鎌倉時代ですから、うん、それで荘園をぶっ潰せばいいんだったら守護地頭を作っちゃって自分らの方に回しちゃったわけですよね、はい、ただ貴族がやってたことは全部崩壊ってことになっちゃったわけです。でもそういうものは急に起きるわけじゃなくて、うん、その中央から行って尊重してちゃんとやりましょうね、地域を尊重しましょうね、そういう美学を持ちましょうね、実際やってる人もいっぱいいました。でも一方ではどうせ目が届かねえからって舐めたことしてる人もいましたっていうような中で、だん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 それが形骸化していって、地方が独立的な考えを持っていくっていうことになっていったっていう動きが武士の時代になっていく流れだということですよね。まあ、為時の時代はそうはならないんだけれども、
まあ、少なくともそういったきっかけがあることを覚えておいていただければと思います。いかがでしょうか、南吉翔。いや、武士が台頭するには必然だったんだなっていうのがこれ見て思いましたね。そうですね。だから平安初期から地方は丸投げ状態、うん、じゃあ国司は最初尊重してたけど、ちょっとうまいこと言ったら自分だけ甘い汁吸った、はい、中央からしたら四五位の低いとこだから、そういうやつが文句言うよりはどっかで美味しい思いしてくれてる方がやりやすかった、うん、そんなこんなで成り立ってたような空気も、荘園という制度があって地方の人が中央にこう気を使う動きがあったからのもんで、うん、だんだんそういうものが形式化してっていろんな中で、それで結局は武士の台頭、地域の独立、そして鎌倉幕府のような武士が独自に朝廷を無視して政治を行っていくような動きに発展していくっていうことになっていくわけですよね、うん、まあこれも一つの歴史の流れだということでご理解をいただければと思います。今回の動画は以上です。南吉翔とお送りしました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。